チャンネル大関始まるよ。皆さんこんにちは、プロボーラーの大関貴之です。はい、本日はですね、明日ちょっと承認大会がありまして、千葉県に来ております。はい。ねえ、そこの宿泊先のホテルで、ちょっと中村プロと、動画撮りをしていきたいと思いますので、中村プロお願いします。はい、お願いします。はい。ということで、その前に、チャンネル登録が、ついに、1000人を突破しました。もうちょっと喜んでよ。なんでかな？ああ、もう聞かない。そういうのは言わない。そういうの聞かないよ。はい。ということで、まあ、何年だろうね。7、8年かかったかな。はい。ようやく1000人を突破しましたので、近々ね、その1000人突破記念ということで、以前からお話ししてたプレゼント企画はやっていきますので、はい。チャンネル登録するなら、今のうちにお願いします。はい。チャンネル登録をしてる人対象にプレゼントをしますので、たまたまこの動画を見た方はラッキーだということで、チャンネル登録をポチッと、はい、押してもらえればいいかなと思いますので、お願いします。はい。はい。じゃあ、今日のテーマいきます。今日のテーマはですね、この間ちょっとお客さんに、うん、テープを巻くと、うん、指引っかかるんでしょ？テープ巻きたいんですけど、って言われた、うんうん。でも、本来テープってそういうものじゃないよっていうのを、まあ説明していこうかなと思う動画になっています、うん。はい。まあこの動画見てる方でもね、テープをまだ巻いたことがなくて、テープみんな巻いてるから巻いた方が指に乗るんだろうなとか、引っかかるんだろうなって思う方、もしかしたらいると思うので、そういう方にですね、まあ、テープを貼る目的っていうのが、まあ、特に僕なんかはそもそもが違うので、はい、そういうお話をしていければいいかなと思います。時に、うん、テープって昔から巻いてた？巻いてて、うん、全くの本当に何のテープ、何にもテープしませんっていうのがあって、うん、でもまた巻くようになって、うん、そっからは、ま、全部巻くようになってるかな。ああ、うん。やっぱね、やめてた時期もあるね。うん、俺、いつからだろうな。高校生、中学生ぐらいからかな。そう、巻くようになったんだけど、指切っちゃうんだよね。うん、まあ、特にその頃って引っ掛け上げてたから、中指の横が切れちゃって、うん、血まみれになるよね。うん、もう血まみれになったらもう投げれないじゃない、うん、痛いし、腫れるしから指も入らない、うん。ってなったので、まあそれの対策として、まあ指を切らないようにって言ってテープを巻き始めたのが始まりかな、うん。で、その頃ってほら、今みたいにケアライトとかなかったから、うん、普通のテーピングテープを、うん、まあカットしておいて使うっていう感じだったんだけど、親指もね、握り癖があって、うん、親指の背中の皮持ってかれちゃうから、うん、そう。だから、もうテープ貼って保護する、うん。だからもう俺の場合はもう全部保護。うん。うん、になってます。なんでテープ巻こうと思った？まあ、まず最初は、うん。うん。まあ、当然グリップって最初からつけてるじゃん。うん、つけてる。で、グリップに対して、やっぱりそのテープを巻いた方が乗るんでしょ、うん、って思ってた。やっぱり。ああ、やっぱりそうね。うん、で、実際問題、その使ってたテープも、こう使ってくると、うん、そのテープが、ちょっとこう破けてというかさ。うん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 。で、糊が出てきて。はいはいはい。で、実際問題、感覚的な問題、ね、うん、は、やっぱり素手よりは、うん、こう、なんていうのかな、糊感がいいというかさ。うん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 。まあもしかしたらそれって、ただサイズがこうね、ちゃんとぴったり合ってるとか、そういったことだったのかもしれないけど、うんうんうん、まあ乗り感が良くなったのがあったかな。うん、それで巻くようになったから、あとね、親指のテープに関してはね、うん、俺はね、親指の横をめちゃくちゃ破いてたのやっぱ。ああ、やっぱり、うん。で、そこに、激しみる、あのスキンパッチをなんとか我慢して塗り、あれね、毛穴が一気に開くやつね。そうそうそう。で、うん、それをした上で、ただ、うん、その、やっぱり剥がれる部分ができてきちゃうから、それをカバーするためにテープ貼ってみたいな。ああ、なるほどね、うん。ね、今でこそね、ハイスポーツが出してる国産のスキンパッチ、うん、ね、今までのやつより染みないって言って、確かに塗ったら、今までほどじゃないんだよね。うん、でも、ね、昔からあるスキンパッチって全身の毛穴がブワーって開いて、ね、なんか変な汗がダーって出て、もうなんかそこに心臓がもう一個できたかのようにズク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 言うっていうね。あれ塗って直後にすぐ
風にバーって当てないとやばいよね。そう、やばい。あれはね、やばかったね。だそういうのもね、ありますね。やっぱりね、一回塗って剥がれちゃって、また塗るのはあの激痛を味わうから、ね、剥がれないようにってテープで保護してるとかね。はい、そういうのあると思います。まあもちろんね、テープで引っかかるものもあります。さっき陽介が言った、その、ね、糊が出てくるものなんかはやっぱりそういうふうに、ちょっと、なんとなく引っかかりを出すため。まあ僕の場合はね、ちょっと使ってたんだけど、その糊で滑っちゃう。なんかヌルヌルしちゃうなってイメージがあって合わなかったんだけど、それをなんか、引っかかるっていうふうにね、感覚的に感じる方もいるし、あとあれかな、なんて言うんだっけ。あの、シリコン製のさ、テープあるじゃない？ハイスポーツでも出してるけど。はいはい、あの、滑り止めテープみたいな。そうそう。ね、そういうやつを、まあ、ね、こういう、指にこうやって貼ることで、グリップにしっかり引っかかるような、貼り方をしてるプロとかも、お見かけしたことがあるので、はい、乗せたい方はテープの種類を、ちゃんと選んで貼ってもらう方がいいかなと思います。はい。だ最近ね、俺なんかはね、ずっと手洗い糸を巻いてたんだけど、ちょっとね、手洗い糸がね、ゴワゴワしちゃって、ちょっとね、なんだろう、手洗い糸ってほら、自分でくっつくタイプだから、ちょっとベタベタするんだよね、表面がね。そうなので、普通のテーピングテープに戻そうかなと思って、いろんなちょっとテーピングテープ巻いて練習してみたりとかしてるんだけど、正直ね、なんか俺的にはなんか乗らない方が助かる。って言って巻いてるのもある。素手がやっぱ一番乗っちゃうし。ね、もちろんサイズが合ってれば余計に。抜けなくて皮膚が引っ張られて切れちゃうっていうのもあるので。そういうのでテープを巻いてるって方が多いかなと思います。あとね、結構多いのが、テープを巻くリスクを知らないでテープを巻いちゃって、グリップのサイズ合わないんだけど、きつくなっちゃったんだけど、っていう方もいるんで。はい。そういうのもね、当然テープを巻いたら指は太くなるんで、はい、サイズ調整とかもね、必要となるんで、本当に今テープが必要なのかなっていうのも考えた上で、使ってもらうのがいいかなと思います。今いろんな種類あるもんね。まあ、サイズがね、変わるのはもちろんなんだけど、サイズが変わっちゃうから嫌だ。だからテープ巻かないってするのではなくて、テープを巻きたいなら巻いた上で、そうね。ちゃんとサイズ合わせしてボールは作ってもらった方がいいよっていうのはね、先に言っときたいかな。そうね。あとは日によってね、その指の太さで若干ですけど変わるんで、ものすごく感覚が細かい人なんかは、そのテープで調整したりとか、はい、する方もいますので、まあね、親指をね、直接テープ貼ったりとかで調整するけど、中指薬指ってグリップなので、なかなかね、そういう細かい調整ができないので、そういうテープを継ぎ足したりとか、逆にちょっと短く切ったりとかして、はい、調整する人もいます。なので、サイズ感すごくこだわる人は、テープ巻いた方がいいかなっていうのはね、あるね。そうね。まあ、もちろんね、親指のホールに貼るテープとかもね、滑るもの、滑らないものあるんで、そういうのも選んでもらうのも重要だし、一番びっくりしたのはね、僕の周りの子でね、インサートテープスーパーってわかる？滑らないあの黒いやつ。ちょっとザラザラしてる、ね。あれをね、親指の背中に貼ってる子がいたの。これ、やばいじゃないのって言ったら、その子全然平気だった。ちょっとびっくりしたけどね。怖いね。そう、だからなんかでも、人によってテープの合う合わないってあるのかな？思うしね。そう。まあ、あとはね、よくそのテープ絡みでの質問では、テープが取れちゃうんですけど、剥がれちゃうんですけど、どうしたらいいですか？やっぱね、手汗かく人はね、剥がれるよね。今なんか対策してる？俺はね、基本はしてない。中指薬指で、テープ取れちゃいそうっていうのは、まあなくはないけど、あんまなくて。で、どっちかっていうと、親指の、なんていうの、付け根側からこうペリって剥がれちゃう。はあるんだけど、まあ、何かしらいい方法ないかなと思ったら、まあ、それまでよりただ長く貼ってれば、剥がれにくくなったなっていう。だから別になんかね、塗ったりとか、スプレーしたりとかっていうのは一切してない。そうですね。僕はね、結構ね、中指薬指剥がれる。剥がれるとかね、ずれやすいから、必ず手を洗う。石鹸でね、貼る前に手を洗って、手の余計な油分を取って巻くようにしてます。はい。まあもちろん、それでも取れちゃう方もいると思うので、そういう方はスプレーのりだったりとか、あとはね、なんかそういう液体のりみたいなやつがあるので、
そういうので、止めてもらう方もいるんですけど、あとスキンパッチ塗るっていう人もいるね。あ、いるね。そう、下地にスキンパッチ塗って、その上にテープを巻くと剥がれにくいよっていう方もいます。なので、どうしてもね、テープが剥がれやすいっていう方は、そういう工夫をね、ちょっとしてもらってもいいかなと。僕はもう十分、手洗うだけで全然変わるので、うん。まあ、それでいいかなと思ってるので、まあ、そういうね、手を念入りに洗うっていうのから試してもらうのが一番いいかなと思います。はい。あとなんかテープである？気になるようなところ。テープめちゃくちゃあるよ。おう、うん。まず親指に手洗いと巻いちゃうとさ。あるね。あるね。うんうんうん。もっと怖いのが、さっき話してた滑り止めのテープを親指に貼っちゃうとかさ。ああ、そうね、そうね。そう。あとは、まあ、インサートテープも、まあね、別に、それが好き好きだから、うん、それが不正解だよってわけではないけど、うん、だけど、インサートテープってさ、うん、基本的に親指の腹側。そうだね。で、何枚貼る？腹側ね、俺1枚。でしょ？ 1 枚か2枚。うん。うん。そう、だから、親指が緩いからって、腹側に何枚も何枚もこう重ねちゃう方っているんだけど、ね、広さ変わっちゃうもんね。そう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 。うん、っていうあたりはやっぱ気になるかな。そうだね。そうね。ちなみに親指のホール、うん、穴の方なんだけど、うん、横って何かしてる？基本横は何もしてない。横に合わせて合ってるから。ああ、なるほどね。うん。だから、こう、楕円形にオーバルにわざと掘ってとか、うんうんうん、まるで開けたけど、後からこう、なんか、スクレーパーとかで中掘ってとかっていうのは、うん。別に何もしてない。あ、してないんだ。うん。テープ貼ったりとかは？テープは貼ってるよ、インサートテープ。横に？うん、横はだから一切貼ってない。ただ、どうしても、うん。まあ、テープの幅変えりゃいいじゃんって言われたらそうなのかもしれないんだけど、うん。インサートテープはさ、うん、何枚かこう重ねて貼りたいわけよ。うんうんうん、まあ3枚、4枚、5枚とか重ねて貼りたいんだけど、うん、その、インサートテープの、この、なんていうの、角っこ。この重ねてくると、うん、この角が立つじゃん。テープの角が。立つ、うん。あの角がめちゃくちゃ気になるわ。わかる。で、あそこが引っかかって抜けないっていう経験をしてから、うん、そこの角を隠すために、うん、あえて、うん、両角がこう、隠れるように、はい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 、テフロンの滑るテープをあえて貼っちゃってる。ああ、なるほどね。もう腹側は、さっき出てきたインサートスーパー、うん、ザラついたインサート1枚だけ貼って、うん、もう腹だけで押さえてる感じ。うん、もう背中側なんかもう、もうスコーンって抜けるぐらいの感覚。そうだよね。うん、洋介の一頭入れさせてもらったことあるけど、うん、あれ、俺後ろに飛ぶもん。おおって飛んできそうな感じぐらい滑る感じだから、そう。ねえ、だやっぱね、俺なんかは横大きめに開けて、やっぱちょっとインサートテープ何枚か貼ってたりとかするんだけど、うんうん、でも、やっぱそれも、さっき陽介が言ったように、背中のテープの角隠しにもなるから、うん、貼ってる感じになるかな。うんうん、それで、どうしてもね、まあ、いろいろインサート試して、やったんだけど、うん、この横がさ、うん、インサートと擦れる感覚。うん、あの感覚がどうしても、うん、なんかちょっとザラッとするじゃん、やっぱ。する。あの感覚がどうしてもダメで。そうね、うん。俺も抜けないのが嫌で、テフロン上から被して貼ってみたり、うん、それこそ、そのね、テフロン素材の他のホームセンターとかで見て貼ってみるんだけど、うん、全部滑るんだよね、うん。それがダメで、そう、とりあえずじゃあインサートで、手はしてるんだけど、うん、やっぱ気になる時はあるよね。抜けない時って本当そのザラって感じが嫌になるから。そうなの。でね、あとはインサートテープの種類でさ、うん、ツルンツルンのインサートテープの知ってる？うん、わかる。黒いやつでしょ？そう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 。スムースね。そう、あれをやったんだけど、うん、あれはあれで、ね、ちょっと手に汗かいてくるとね、なんかペタつくのよ。ああ。うん。俺あれ剥がれちゃってダメだった。うん。うん。そう。だからね、テープもいろいろね、インサートはこだわったけど、今はそこで薄いてるから、本当はね、あんま貼りたくないんだけどね、テフロンもね。そうね。テープとか手に、じゃあ貼るテープにちょっと戻るけどさ、うん、今後変えていく可能性とかってある？やっぱり。今のところはないけど、うん、ただ、最近ね、めちゃくちゃ思うのがね、指の関節硬くなってきちゃったの。年齢的なもの？いや、多分ね、国史的なもの。国史的なもの。なるほどね。なるほどね。うん。そう。で、そこをね、例えば、保護できるというかさ、うん、なんかこう、なんて言うんだろう、テープも、なんかギチギチなものと、うん、ちょっとこう伸縮性があるものと、とか、うん、まあいろいろ種類はあるじゃん。あるある。
そう、だからそこの関節に負担がかからないようなテープって何かこうないかなみたいなのは感じてるけど、ただ、まあそれが果たしてそんなものがあるのっていうのはちょっとあるかな。そうだよね、だね、いろいろ試したりはした結果今のテープに落ち着いてるっていうのもあるだろうし、まあ俺もそうだけどね、なのでただね、やっぱりより新しいテープが出たとかってなるとなんだかんだね使ってみようかなっていうのはね、出てくるしね。そう、なのでまあ見てる方もね、怖がらないでどんどん変えてもらって、ダメならば切り捨てるじゃないけど他のテープ試そうってしてもらう方がいいし、なんか今困ってることがあれば、そこを改善するためにどういうテープ使おうかなってもう一回見直してもらうのもいいかなと思います。結構ねテープで変わると思うんだよね。あとはねやっぱりね、なんだろうね、だからさっきも言ったけど親指に手洗い糸巻いちゃう、ああそうだね、あの滑り止め巻いちゃうとかって、まあ多分そのサイズ感がやっぱりどうしても合わないとか、その穴に親指を入れた時のそのざらつき感とか、逆にこの滑りすぎちゃうとか、多分そういったのを気にされてテープを自分でこう、これだったらみたいな多分巻いてやってるんだろうけど、まあ一応用途があるからね。まあ このテープであればフィンガー用だよ、このテープであればサム用だよとか、ある程度この用途があるじゃない。だから、かえって突っかかりすぎないかなとか、かえって抜けすぎないかな。そうだね。その辺は見ててすごく怖いから。そうだね。だから、こういう感覚が嫌で、どうにか調整したいんだけど、それのためにちょうどいいテープないかなとか。そうね。まあ少なからず、このテープ今買おうと思ってるんだけど、これってフィンガー用なの？サム用なの？っていうのを一応確認してから買った方がいいんじゃないのかなとは思うけどね。俺なんかはね、やっぱ親指の内側はもう貼りたくないから、貼ったらもう落ちちゃうし、ね、なんか安定しなくなっちゃう。動いちゃうのが嫌で。そうだからね、内側で押さえたいから、内側何も貼らないみたいな感じだから、ね、内側貼る人いるとそれで落ちないのかなと思ったりもするけど、ね、やっぱり、ね、それは好みで貼ってる方もいると思うので、それはそれでね、全然、ただ僕は貼らない派なので、貼ってる方の感覚がわからないってだけで、ね、だからやっちゃいけないことっていうのは特にないんだけど、怪我につながる可能性があるから気をつけてねっていうことは、結構テープを貼る上でもね、あるかなと思います。まあまたテープとかね変えたらばこういう風に変えてみましたみたいなのをちょっと報告していくのもいいかなと思うんですけどね、今僕はちょっと手洗い糸から普通のまあテーピングテープを試してる段階で、まあちょっと明日の商品展開もそれで投げてみようかなと思ってるんだけどね、まあまた今後もね、そういう感じで、まあ今回はテープの話、まあね指のテープの話からホールの方のテープの話にもなりましたけども、はい。なんかこういう情報をこんな感じで雑談的にお届けしていければいいかなと思ってます。まあ、1000人超えても特別頑張ろうっていう感じではなく、まったりのんびりやっていきたいなと思っているので、はい。それにお付き合いいただける方はぜひお願いします。はい。また近いうちに、はい。あの、1000人突破のプレゼント企画の動画は、作って、公開しますので、まあ、ボールはもう決まってるんだけどね。ちょっと、今実物ないので、また後日ということで。むしろ、今回1000行って、まあ、プレゼントを提供してとやるじゃん。あの、次は？え？やるの？ 1000 の次は？え？やるの？1100でやるの？嘘、1100。100は刻みすぎだって。1500でやるの？あれだって、ちょっと待って、だって前回何人の時やった？ 500 の時やったわけ？あ、そうそうそう。だよね、500の時にやって、1000でやったんだよね。そう。1500じゃない？ 1500？ じゃあさっさと皆さんで。あー、やばい、言っちゃったよ。1500言っちゃったよ。まあでも、言ったらやります。はい。ということで、今回の動画は以上で終了になります。はい、皆さんまたお会いしましょう。さよならー。